はあの発起って言いまして、衝動っていうでかいライブにお招きするためにいろんな入り口をこう作ってそこに向かっていきたいっていうと考えた時に浮かんだ僕の単独公演の一つになります。それぐらいのスタイルが俺は好き。ファーストセットからリハします。一番いい。お腹空いてきました。めちゃくちゃうまそう。モスバーガーのインサートいらないでしょ。晴れてよかった。好きなお店と好きな人たちと好きな音楽をこうシェアする場所っていうのを、まあ、ずっと作っていきたいなと思います。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ホッキーヤホ編。いきます。やるんですよ、ね、高梨家のスターになろうって言ってね、お姉ちゃんと話してる。どこまで会ったんだろう、苛立ちに向き合って、ここにあるグッドサマー。 Hey! そんなにいるよ僕は。思うんだけどさ、俺の時ばっかそういうことあるよ。だってさ、ちょっといつもあれじゃん、ちょっとクールで、ね、アグレッシブ系じゃん。でもさ、そういうなんかとこあんま見せないんですよ、あんまりね。ちょっとクールぶってたいじゃん。いわゆるガシャガシャなんてさ、コンビでやってんの。家族一番大きい声出たね。大きい声出さ。出会いは突然で、手放したい人
先生、先生ありがとうございました。ホッキーヤホー編無事終了いたしました。いやもうね、楽しかったですね、非常に。これでまた入り口になって、ここではここでの大高橋があって、まだ弾き語りもあったりするんですけど、その大高橋もあって、いろんな楽しみ方に応えつつ、一番集まるところがあの衝動というでかい単独公演にみんながこう気持ちが伸びてくれてたら嬉しいなと。1月18日ですかね、今と決まってるので、ぜひお集まりください。300人、学生もあります。学生料金もあります。30人限定、270足す30で300、必ず達成します。